モノモタパ王国、モノモタパ王国、モノモタパもしくはムタパ王国。ムタパは、かつて、アフリカ大陸の南東部に存在していた国家。南部アフリカのザンベジ川とリンポポ川の間に広がり、支配領域には、ジンバベ共和国とモザンビーク共和国の領土にあたる地域が含まれている。最盛期の16世紀半ばには、北は、ザンベジ川、南は、サビ川、西は、 ジンバブエ高原北西部のマニアメ川、東はインド洋に影響力を行使していたが、一部のポルトガル語文献にはアンゴラから規模ミネまでを支配する大国として誇張して記されている。モノモタパ、ムタパのほか、ムニュムタパ、ムーエネムタパ、ベノモタパなどの呼称も用いられる。ポルトガル語に由来するモノモタパ、モノモタパは征服した土地の王子意味する。 マヴィニーミュッテパという称号の音訳であり、ムウイネ、ムウェネは王子、ムタパ、ムタッパは領土を意味する言葉である。モノモタパという称号が王国自体を指す言葉として使われるようになり、ある時期にはモノモタパの子が王国の支配領域とともに地図上に併記されていた。ルヤ川の源流付近に存在するゾンゴンベ、ゾンゴンベ遺跡は、 最初期のモノモタバ王国の首都に推定されている。16世紀のモノモタバ王国の首都は、上川の近辺に存在していたと考えられているが、正確な位置は判明していない。モノモタバ王国の始まりは15世紀前半に遡る。ジンバブエ王国に従属する、諸ナ人のカランガの貴族が、香木地や近郊を求めて、北に進み、彼らはやがて、 モノモタバ王国の支配者となったと考えられている。交渉では、ムトタという名前の王子が王朝の子祖だと伝えられている。ムトタの後継者であるマトペは、建国されたばかりの王国を、インド洋沿岸に至る地域の大部分を支配する国家に拡張した。マトペの軍隊は、マニカ王国、沿岸部のキテベ王国とマダンダ王国を制圧したと言われている。 ポルトガル人によって採取されたムトタとマトペによるモノモタパ王国の創始を述べた交渉の正確性は疑問視されている。しかし、王朝の創始者がアフリカ大陸の南から北に勢力を拡大する伝説は出土品の分布といった考古学的資料とも矛盾せず、先に存在したジンバブエ王国の石の家建築文化も南か北に拡大したことが指摘されている。 ポルトガル人がモザンビークの沿岸部に到達した時にはモノモタバ王国は南アフリカにおける最大のショナ人の国家に成長していた。1506年にポルトガル人初期ディオゴでアルカソバが作成した報告書にはモノモタバ王国の宮廷で起きた権力闘争のためにソハラへの金の流通が停滞していることが記されている。1515 15年にポルトガル人は キルワ島とソファラを破壊し、アフリカ南東部の沿岸地帯の大部分を支配下に置いた。彼らの主な目的はインド交易の支配権を握ることにあったが、ポルトガル人は無意識のうちに物も束の持続国とインドの間で高級品を運ぶ役割を持つようになっていた。南東アフリカ探検の草分けであるアントニオ・フェルナンデスは五百十四年か二度内陸部の探検を行い、 この時にモノモタパ王国の領土を訪れたと考えられている。ポルトガル人が南東アフリカの沿岸部に到達した後、モノモタパ王国は死者を派遣して友好の意思を示し、1540年までにモノモタパ王国とポルトガル人の間に通商関係が成立する。モノモタパの国王はポルトガル人に領内での商業活動を認める一方、彼らの活動を監視して、 徴税を担う、諸門のキャピタンを任命した。1525年に、モノモタバ王国は、ソファラを占領し、モザンビーク島に集落を建設する。その一方で、ポルトガル人は、モノモタバ王国の勢力が弱い地域に進出し、多くの市場を開拓した。1560年末に、ポルトガルのイエズス海宣教師、コンザロダ・シルベーラは、モノモタバ王国の宮廷を訪れ、 布教活動を行った。翌1561年1月に、国王ネゴモムプンザグトと、彼の家族、宮廷の要人は、キリスト教に改修するが、霊媒師などの保守勢力は、集団改修に強く反発し、同年3月にシルベーラは処刑される。1569年に、ポルトガル王セバスティアンは、フランシスコ・バヘとバーレトが率いる1000人の遠征隊を派遣するが、 作戦は、父として進まず、兵数も減り、1572年に、ようやく遠征隊は、ザンベジ川を発して進軍する。マラリアや眠り病は遠征隊の戦力を大きく削り、イスラーム商人や、敵対的な部族勢力で消耗した、遠征隊はテテに退却した。テテに帰還したバヘトが病没した後に、公認の指揮官となったバスコフェルナンデスオメムは、 ソファラから内陸部に精神し、非協力的な態度をとった、キテベ王国、マニカ王国を攻撃した。マニカでは、金山の調査が行われたが、商業的経営は困難であると判断され、ポルトガル人による十字軍は、モノモタバ王国の軍隊と交戦することなく、終了した。その後、アフリカ大陸に居住する、ポルトガル人の集団を中心として、モノモタバ王国と、 ポルトガル勢力の平和的通商関係が復活した。ポルトガル人、ポルトガル人とアフリカの人間の根血児が対等し、彼らはザンベジ川下流域に土地を保有するようになる。1597年と1599年の二度に、渡って、モノモタパオガティルセレは、北方のマラウイ諸部族の侵入に対抗するために、ポルトガル人勢力から援助を受け、 1600年から9年に及ぶ内装でもポルトガル人から支援を受けた。1607年に援助の見返りとしてガティルセレは、ポルトガルの武装勢力の領内の侵入を認め、すべての鉱山を活用する条約を締結するが、これらの条件は履行されなかった。ガティルセレの死後、ポルトガルはキリスト教に改修して、ゴアに留学していた王子ディオゴを国王に擁立した。 1624年に諸名人文化の中で成長したディオゴの王子カパラリゼがあなた王となりディオゴ時代の重心に代わって起用されたカラパリゼの側近たちはポルトガル人の排除を主張した1628年にポルトガルの死者がモノモタバの宮廷で殺害される事件が起き王国の領内でポルトガル人の商業活動が禁止される翌1629年に カパラリゼは、ポルトガル軍に敗れてザンベジガー北岸に逃亡し、カパラリゼの王子であるマブラが大いにつけられた。1631年に、各地の主張や有力者を味方につけたカパラリゼが、反撃に出るが、モザンビーク総督、スーザデメネセズによって、犯行は1632年までに鎮圧された。マブラは即位後に女王と共に洗礼を受けて、フィリッペと名乗り、数代にわたって、 キリスト教徒のモノモタッパ王が現れた。1629年にマブラはポルトガル王国に真珠を誓い、ポルトガル人からの朝税権の保持は認められたものの、金の功能、鉱山を与える権限の放棄を認めなければならなかった。王国内での宣教師の行動と商人の移動の制約は解除され、ジンバブエ高原北東部はポルトガル軍閥による鉱山の採掘と人間の 挑発によって荒廃する。モノモタパの東のバルウェ王国は、ポルトガルの直接支配を受け、ポルトガル本国の新住国となった、キテベ、マニカで木靴の王が擁立された。17世紀後半、モノモタパを無根部へに仕えていた牛の世話役で、あると言われるチャンガミレドンボは、モノモタパ王国の南のブトゥアで独立し、新たな地方勢力、チャンガミレ王国が形成された。 1684年のマウングウェの戦いで、ドンボは、モザンビーク総督が率いるポルトガル軍に勝利を収め、返す刀でチャンガミレの本拠地を攻撃しようとした、ムコンブウェを破る。1692年に、ムコンブウェが没死した後、ポルトガルの擁立した、国王ドムペドロに対抗して、ニャクネムビレが王位についた。ニャクネムビレは、 外国人の活動に制限を設けようと試み、1693年にチャンガミレ王国の力を借りて、ポルトガル勢力をジンバブエ高原一帯から放築した。ロズウ遺族、ロジを率いるドンボーによって、ポルトガル人の交易拠点、フェイラであるダバラレが破壊され、ポルトガル商人をはじめとする50人ほどの住民が殺害されたと伝えられている。 1692年から1694年までの間、ニャクネムビレが独立した君主として王国を統治していが、ニャクネムビレはポルトガル人との戦いで落命する。1695年にドンボはマニカ王国の金の産出地を制圧した後、軍隊を東に進め、ポルトガルのフェイラであるメイシックウェイシーを破壊した。軍事作戦の成功によって、ウトワから、 何かに至るすべての金の産出地の支配権を完全に掌握することが可能となり、チャンガミレ王国はモノモタバ王国に代わる最大の諸名人の国家に流した。1694年から1709年までモノモタバ王国では内戦が続き、この期間に9人の国王が即位した。1711年にモノモタバ王国の首都は、 チャンガミレの攻撃を受けて陥落し、王は殺害される。チャンガミレの協力者であるサムトゥンブがモノモタパ王位につけられた後、モノモタパの宮廷は、チャンガミレからポルトガルとの交渉を制限され、ジンバブエという宮廷の名称を使用することが禁じられる。チャンガミレはすぐにモノモタパ王国への関心を失い、南の地域での地位の強化を試みるようになった。 1720年頃にモノモタパは独立を回復するが、この時点でモノモタパ王国はジンバブエ高原に所有していた領土のほぼすべてをチャンガミレ王国に奪われていた。交易の中心が、ザンベジ川流域に移るに伴い、1723年にモノモタパ王ニャマンドは首都マゾエ川流域の高原地帯からザンベジ川の低地に移転する。 モノモタバ王国の勢力圏は、東は、テテ近郊のポルトガル人の領地、西は、ザンベジ川流域のズンボに限定され、かつて宮廷が置かれていた地域には、東のショナケグループが流入した。1735年に終わるニャマンドゥの治世の後、ニャマンドゥ家とボロマケが王位をめぐって対立し、1767年までに国の王が現れた。 1767年から1804年まで3人の王が即位するが、2つの家門の対立は解消されなかった。ポルトガル人との戦闘、内部構想においては、ニャイと呼ばれる戦士の集団が活躍したが、彼らの一部は仕組への奉仕を放棄して、族ととなり、ズンボとテテの間を往来する商人たちを襲って、税を取り立てた。 1804年から1884年まで少なくとも6、7人の人間がモノモタパ王位についた。モノモタパ王国の威信と政治的影響力の低下は続き、王国の実態は領地を所有する有力家門の連合体に変化ていた。1851年にモノモタパ王と面会した探検家デイビッド・リビングストンはポルトガルが宣伝する強力な 国王像と落泊した実際の王の姿の差に驚き、かつての栄光の名残は百人ほどの最小だけだと日記に書き残している。彼らはマンボの称号を用い、1917年にマンボチオコがポルトガルとの戦闘で殺害されるまで独立を保った。モノモタパ王国は中央集権国家というよりも雑多な主張国で構成される。 連合王国としての性質が強かった。有力諸侯の抵抗と王位をめぐる王族間での争いといった内交が頻繁に起こってたが、権力闘争は王家とその側近の中で行われていたため、外部の勢力の介入が起こらない限り、国内には一定の秩序が保たれていた。複雑な宮廷制度と王を頂点とする階級組織が発達し、ポルトガル人によって様々な官職名が、 記録されている。貴族には指定を宮廷に送り出すことが課せられ、彼らは故障や衛兵として宮廷で教育を受けた。また、母校と九人の聖妃は王宮の敷地内に個人の小宮廷を持ち、国王は聖妃の他に三千人に達する側室と事情を所有していた。モノモタ王国の国王が神聖性を有することを伝える文献がいくつか存在し、国王は 被災ととししててての役割もも有いいたとも考えられている。一般の臣民は国王の声を聞くことは許されていたが姿を見ることはできず国王の一挙一動を模倣したことが伝えられている国王は完全無欠の存在であるため身体が欠損しあるいは病によって健康を害した国王は毒を飲んで自殺するという大殺しの習慣を伝える文献もあるがこれは 有名無実化していた実際に行われていない習慣だと考えられている。国王が生きている限り燃やされ続ける王妃が王政の中心であり、有力な諸侯は王妃から分けられた火を持ち王が没した時には国内のすべての火が消されたという。ライオンは亡くなった王の魂が乗り移る神聖な動物とされ、王が参加する狩りを除いてライオンを殺すことは許されなかった。 王国の首都には寺院が置かれ、マハンドロスと呼ばれる精霊の仲介者によって管理され、マハンドロスは口伝えによって歴代の国王の名前と辞席を記録する役目も担っていた。モノモタパ王国はグレート・ジンバブエ遺跡を建設したジンバブエ王国の石像建築の技術を継承し、ジンバブエ王国の後継国家の一つに挙げられることもある。 南部のジンバブエ王国が衰退した後も、ジンバブエ王国の石の家建築は、北東のモノモタバ王国で継承されていた。初期のモノモタバ王国の本拠地であるマズオエカは、ルヤ川の山近地帯には、ジンバブエ王国と同じ様式の石像建築物の遺跡が存在する。モノモタバ王国の宮廷では、ジンバブエの伝統文化は衰退していき、1620年頃に、 王国を訪れた、宣教師の記録には家屋を取り囲む木の兵についての記述が現れる。17世紀のモノモタバ王国の宮廷内では、ヨーロッパ文化、キリスト教の影響が強まり、多くの王子がモザンビーク、インドに留学した。ドミニコ会士によって各地に教会が建立され、一部のアフリカの人間はキリスト教を授業する。しかし、 ヨーロッパの文化や制度が定着することはほとんどなくわずかに存在したポルトガル風文化も夏季の使用、輸入者資品の愛好といったいくつかの例外を除いて18世紀のチャンガミで、戦争の後に払拭された。モノモタバ王国の宮廷は公益と調税によって利順を得ていた。王国の経済構造、集落の構成はジンバーブエ王国と類似しており、 大部分の人間は農耕と牧畜を組み合わせた生活を営み、季節によって家畜を高原から低地に移していた。王が個人的に所有する畑と牛を一定の期間世話をしなければならず、後の時代の諸那人はこの腐液をズンデと呼んだ。腐液によって得られた農産物は主張の一族、従者、客人に供されるほか、国王を通して休日品として配布された。 王は採掘や採取活動で得られる産物に税を課し、ライオンやヒョウの皮、ダチョウの羽象下、金や銅などの写真品を蓄えた。だが、モノモタバ王国の徴税能力は限定されていた。ためにズンデなどの制度も国王の監視が行き届く範囲のみ機能し、モノモタバ王国の元に位置する従属国には独自の租税制度が存在していたと考えられている。 1500年までにザンベジ川川口部の商業都市と中流域の道の産出地帯、金の産地であるジンバブエ高原は通商路で結ばれ、ジンバブエの商人やイスラーム商人の取引の場となる定期市が各で開かれていた。商人の安全は国王によって保障され、小取引には5%から15%の関税がかけられた。1535年にザンベジ川上流の瀬名、 セナからより内陸に進んだテテにポルトガルの召喚立てられる。1570年代までにモノモタパ王国には3カ所のポルトガルの交易拠点、フェイラが設置され、国王は年1回の贈答品、マサパに駐在するポルトガル人の諸門のキャピタンが徴収した税を受け取った。ポルトガルとの取引では、贈上が最も重要な商品であり、他に金、真珠、ゴム、 ローが扱われていた。ルネサンス後、旧約聖書中に登場する芝王国の首都、オフィールへの関心が高まり、ポルトガル人はアフリカの奥地にソロモン王の鉱山が存在するという情報をいくらかもたらした。モノモタパと呼ばれる王がオフィールを支配すると言われ、富と権力を有する王の伝説は、プレスタージョン伝説や黄金王、エルドラードの伝説と同列に置かれていた。 1560年に宣教師、コンサーロ・ダ・シルベイラが訪れた、当時のモノモタバ王国の首都は、ファロと呼ばれる山の上に位置しており、オフィールと似たファロという地名が、伝説の信憑性を高る一員になったとも言われる。オフィールが、南アフリカのモノモタバ王国にあるという名神は、16世紀のポルトガル人によるソファラの後輩地の探検の動機の一つとなった。 1514年からのアントニオ・フェルナンデスの探検を皮切りに彼が持ち帰った物も束の国やソロモン王の財宝の情報を手がかりに多くの探検者がザンベジ川を遡った。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。